はい、どうも皆さんこんにちは、ふじおです。マジカルマンイトは実況プレイパート3やっていきたいと思います。前回ね、この可愛らしい、実に可愛らしい葵ちゃんがね、仲間になったというわけで、2人でね、早速ストーリーを進めていきましょう。というわけで、また今度はあれかな、下に原車に降りてまたいろいろやっていくのかな。スケジュール、葵を連れて狭間県に行ってみよう。そうだ、葵ちゃん、そういえば動物と話せるアニマルトークっていう技がありましてですね、コースケん家に飼っている犬、ラスターだっけ、ラスターと多分話ができるんだと思うんですよ。というわけで行ってみましょうか。はいはい、時間が経つと話題は変わるし、前とは違った話が聞けるかもしれないしね。そうだね、月が変わったからね。黒髪くん、もしかして魂を2つ持ってる？いや、気のせいかもしれない。そうじゃないのかもしれない。なんだ、意味深だなお前。ちょっとこっちの人たちに話しかけたらまたアイテムもらえるかな。金で買えないもの、金で買えないものなどたくさんあるな。500円、うおなんか今までで一番びっくりしたわ。女神様より高えと思ってお小遣い女神様300円だからね。さすが金持ち。あんた越境の使者って聞いたことあるか。何でも憑依とやらを使いこなせる特別な連中らしいんや。悪魔に魂でも売ったんやろか。ずれでほんま。越境の使者っていうなんか四天王みたいなやつがいるんですよね。その子はここに来てから少し経つみたいだね。ミルクブラウンか。何の色かな。僕かい。前にも言ったろう、植物が好きなのさ。物いるあの感じが忘れられなくてね。怖えよお前喋りたくねえ。というわけで行きましょうか。現世のせっせっせ。さあさあ、はいはい、ここは同じか。ここもまた意味深な発言なんだよな、女神様な。また後分かりますんでお楽しみに、という高みの見物で狭間家行こう。玄関、おいおい、鍵が閉まってるのに入ってくるなんて何者だ。お邪魔します。ここが兄貴の家なの。やっぱりラスターが普通に喋ってますね。アニマルトークのおかげかな。お、コウスケベじゃないか。おかえりコウスケベコウスケベって何。お前そんな風に俺のこと呼んでたのか。これは怒るぞ。あれ、バレてる。てか俺っちが言ったこと分かってる。これはその葵ちゃんのアニマルトークのおかげ。そんなことよりも今お前にがっかりしてる俺んちもさ、犬飼ってんですけど、もしも自分がこう呼ばれてるとしたらかなりなショックだぜ。ああ、だってコウスケベ自分の部屋に。待て、おい来た、待て来た、待てぜ、いつまで待てぜあ、ただいま。誰か帰ってきたよ。この人は誰。ああ、この人はコウスケベのお姉さんであるミヒロ様だ。兄貴のお姉さんか。今こいつの中での序列が少しだけ分かった気がしたよちょっと複雑だね。ラス、そこには何もないわよ。どうしたの。あ、そうだ、ラスター、俺が合図したら強く泣いてくれ。了解。なんだかんだ言っていい犬だよね、ラスターね。ちゃんと言うこと聞くし。お腹空いたの。弱く、お腹空いてるんですけど。俺たちの方を向いて強く。ワン。あ、わかった、散歩に行きたいんでしょう。弱く、散歩には行きたいんだけどね。かわいそういいやつだな、ラスター。うーん、違うって感じね。それとも何かがそこにあるっていうの。かなり強く。ワン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 。え、何があるっていうのよ。よし、もう少しで気づくかもしれない。コスケベ、俺っちも疲れた。てかお腹空いた。あ、ごめん、今はこんなもんか。ありがとな、ラスター。まったく、犬使い荒いんだから、うちの坊ちゃんは。また来るよ。ラスターとの会話を楽しんだ。俺もさ、うちの犬と会話楽しみたいわ。アイテムくれた。
俺も葵ちゃんみたいに力を使えればいいんだけど、狭間の世界に戻って調べてみようか。そうだね。なんか特殊能力、葵ちゃんみたいにあれば結構はかどるよね、いろんなことね。じゃあ一回戻りますか。そうするとですね、いた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 、ここにね、見知らぬ人がいるわけですよ。なんだい？少年も力を求めてるのか？ええ、まあそうなんですけど。やっぱりそうか。俺も長らく探してるんだけどね、なかなか見つからんのよ、これが。どれくらい探してるんですか？かれこれ40年くらいかね。ねえ兄貴、力って葵持ってるやつ？あ、そうだよ。動物と話せる力のことだ。こんな小さな娘っ子が力を持ってるだと。ぜひとも詳細を聞きたいところだな。怪しいね。雷が。いいだろう。ならば自己紹介だ。5本。私の名前はジン・クラノスケ。死んだ年は、27だったはずだ。それから40年くらい教会人をやっている。大ベテランというわけだな。ほれ、尊敬してくれてもかもわんのだぞ。わー、すごーい。ははは、そうだろそうだろ。最近の悩みは髪の毛の色が赤色に変わってきてること。これ右にいる髪の毛緑のやつが言ってたことに関係してるんかな。そんな永遠の27だ。だからそこの娘っ子よ、間違ってもおじさんって呼んではいけないのだよ。はーい。じゃあなんて呼べばいいのかな。クラ？はいはいはい、クラノスケさんね。冷蔵庫のゾウ、ふにゃふにゃしたの、人を助けるのスケ、3つ合わせて3。はい、そっか、じゃあゾウさんだね。そうそう、よくできましたねってなるかーい。いやー、キレッキレだねクラノスケ。わざとやってるな。わざとやってるんだな。よろしくねゾウさん。私は立花葵だよ。あくまでもゾウさんを定着させる気か。ならばこちらにも考えがあるぞ。うむ、立花か。じゃあ娘っ子よ、お前の名はみかんちゃんだ。どうだ、この合ってるようで合ってない微妙な感じは。これが嫌だったら、わーい、かわいい。ぐるぐる。何の話をしていたんだっけ。助けて少年、みかんちゃんがいじめてくる。とりあえずこの人が悪い人でないことはなんとなく分かったね。え、蔵之介さんいい人だからね、実際ね。これで少しは信用していただけただろうか。少年、狭間康介です。そうですね、悪い人ではないんじゃないかと。狭間少年、君はなんと話のわかる少年だろう。では話の続きをしよう。力、そう、そこのみかんちゃんがどうやって力を得たのかということだ。葵ちゃんは自分の死を思い出して向き合い受け入れた。とってもとっても辛かったんだよ。なるほど、やはりそんなとこだろうな。もっともそれが難しいのだが、教会人は皆自分の死を忘却し、それを拒否している者たち。かくいう俺も死んでしまったこと自体はもう分かってるんだが、どうにも死因が思い出せない。ここはね、主人公と一緒だね、康介と。いやはや、困った困った、はっはっは。みんな自分の死を忘れている。死んだことやなぜ死んだのかを。狭間少年も力を求めていると言ったな。ということは君も俺と同じ境遇にあるわけだ。確かに。ならば取るべき道は2つ。俺が君たちに同行するか、君が君たちが俺についてくるかだ。ゾウさんが仲間になりそうな目でこっちを見てるよ。葵たちと一緒がいいのかな。はい、そうです、仲間に入れてください、お願いします。あ、ここ面白いね、何回見ても。ゾウさん本当にいいキャラだわ。一周目は確かね、仲間になってあげたんだよ、俺優しいからさ。だからもう今回こっちで。ノリ的にもね、こっちだよね。
ありがたいありがたいや。確かね、あのコメントどっち選んでもこのありがたいありがたいやだったからそんな変わんないんですけど、というわけでジン・クラノスケが仲間になりました。ゾウさんよろしく。クラスケさんの慎重さを手伝ってみよう。そうすれば何か手がかりがつかめるかも。みんな呼び方違っていいよね。葵ちゃんはゾウさん、コウスケはクラスケさんで、クラノスケが葵ちゃんをみかんちゃんと呼び、狭間少年と呼ぶとね、面白い関係ですよね。なんだっけ、現世に行くんだっけ、ごめん忘れちゃった。現世では死因を調べようか。 OK、 じゃあ行きましょう。あ、ちなみにクラスケさんレベルは 12 だと差が激しくないか。大丈夫かこれ、積まないかな。あ、こいつあれじゃん、すり抜けライフのやつだ。生き生きとした、教会人。へい、そこの君、援助してますか。なんだって、楽しくない。それはいけないね。まだ何も言ってないんだけどな。なら始めよう、俺たちの楽しい楽しいすり抜けライフ。すり抜けライフ乗っちゃうよな。狭間少年、どこまで君はクールなんだ。よし行こう。お、行き先に篠の目山、よろず、読めない。私立中央病院が追加されました。商店街と大和病院ね。はいはい。じゃあどうすかな、どっから先に行けばいい。商店街行ってみっか。万代町か。万代町ってなんだろうね、すごい名前の付け方。はっはっは、しばらく来ないうちに元素もすっかり変わったようだな。40年だもんね、そりゃ変わるわな。久しぶりにここに来たの。いや、死んでからは初めて。あ、じゃあ本当に40年ぶりか。40年間も教会人をやってたのに。まあそこら辺は大人の事情ってやつさ。それにあっちの居心地もいいし、そもそもこっちに来るという発想がなかった。未練があるんだかないんだか。しかしなぜだかわからんが、ここにいると懐かしい気分になるな。会話聞く。おい聞いたか、この前藤代酒屋商店でぼや騒ぎがあったらしいぞ。知らなかった。お店の人は大丈夫だったの。あそこのじいちゃんは無事だったみたいだ。火が大きくなる前に消防が駆けつけた。ただ出火の原因がわからないらしくて、放火の可能性もあるってよ。これから毎日家を焼こうぜか。チャージマン喧嘩。何それ超怖いじゃん。何かの呪いとか。まさか幽霊の仕業じゃあるまいし。藤代酒屋商店、火事、放火。どうしました倉助さん。前に聞いたことがある言葉ばかりでな。藤代酒屋は確か友人の店だった。ただそれより気になるのは火事、そして放火。赤髪、火を連想させる色。まさか倉助さんの死因って。ほん、まあちょっと分かりつつ手がかりを得た感じかな。そしたらどうしたらいいんだろう。病院、病院にも行けるようになったんだよね。行ってみようか。看護師の会話。338号室の患者さんのご家族が本人の臓器提供意思を認めたそうですね。臓器提供か。何か気になることがあるんですか。何年か前にもあったのよ、似たような臓器移植手術が。当時この病院で移植手術をやるのは初めてでね、ドクターもナースもかなりの緊張感で挑んでた。手術は成功したんですよね。ええ、術後もレシピエントの拒絶反応はなく、経過も良好だと聞いているわ。ただただちょっと話しすぎね、私たち。続きはまた今度。いいとこなのにお前、そこからが重要でしょお前。え、あ、はい。後輩もちょっと戸惑ってるやん。しょうがない、別の場所で行こう。篠の目山行けるようになったんだっけ。行ってみましょう。あー、これめっちゃ広いだよね、宝箱すごいもどかしいわ。なんだこれ穴。あー、何にもないか、特に調べられないな。
なんだこの穴は。このさ、開いてる宝箱ぐらいさ、開けられてもいいと思うけどね。この半開きのやつ、これすらも開けさせてくれないという。行き止まりか。こっちまだ行けないんだっけ。よしよしよし。じゃあここは、ここまがまがしい雰囲気で満たされている。入るのはやめておこう。あ、そっか、ここあれか。なんか後で多分ここ入ることになるんですけど、もうちょい後かな。なんか敵がいっぱい出てきた気がする。公園行ってみる。うん、あ、猫、猫ちゃん。あ、ここにいたの A ちゃんだったんだ。葵ちゃん、どうしてここにいるの。うんと、それはよくわからないんだけどね。でもこうやってお話はできるんだよ。葵ちゃんごめんね、私のせいで葵ちゃんが引かれて。それで、うん、あ、葵ちゃんほんと優しいよな、ほんとマジ。こんな子いるのって感じ、ほんと。それね、A ちゃんのせいじゃないよ、葵ちゃん。ね、どうして A ちゃんはずっとここにいるの。お家に帰らないの。葵ちゃんの家族は私のことが嫌いみたいだから。え、どうした。家に行っちゃいけないと思うの。そんなことないはずだよ、ちゃんとお世話してくれないの。そんな、いやー、家族感づいてるんじゃね、なんとなく。葵ちゃん死んだのは A ちゃんのせいだって。ちゃんと A ちゃんのお世話してって頼まなきゃ。キャラクタークエスト、橘葵のサブストーリーが発生しました。お、葵の装備スロットが一つ増えました。こうやってなんか話進めていくとですね、キャラクターの固有のクエストが出てきまして、それをクリアしていくとまた強くなるんですよ。とりあえず装備ソウルスロットが1個増えたので、こうちゃんが装備しているこの剣道剣子を外して葵ちゃんに装備させてあげよう。よし、 OK。 そういえばスキルソウルってこんだけだっけ。まだ何もないのか。うん、じゃあこんなものか。あ、クラスケさんは初めからこれ装備されてんだね。妖道の構え、挑発、ほーん、挑発系のスキルか。あんま多分使うことないかな。クラスケさんただでさえ猶予が低いからさ、なんだろう、 HP ある やつこうちゃんとかが妖道の構え使えばまだいいのかな。まあ、とりあえずどうしようかな。弱者の盾、うん、とりあえずまあいっか、クラスケさんに置いとこう。多分使わないと思うからな。うん、あ、藤代酒屋書店、これ見てなかったね。若い刑事、捜査の ご協力ありがとうございます。藤代のじいさん、いえいえ、こちらこそ助かりましたよ。おかげさまで被害が少なくて済みましたしね。事件だとしたら悲しいですが、まあ思想が無事なのが何よりの救いですな。ファッファッファ。藤代、お前老けたな。もう40年経つからね、しょうがないね。ここ一点には警戒態勢を敷きますのでご安心を。よろしく頼みましたよ。40年前みたいな事件はもうごめんですから。ん？ 40年前。ああ、確かここの近くの商店住宅街で起きた放火殺人事件ですね。君は若いから知らないだろうが、その当時はこの平和な町が大騒ぎになってね。亡くなられたのは若い男性だったそうですね。他のご家族は無事だったと聞いていますが。倉助さんか、これ。彼は私の古い友人だった。そうでしたか。放火殺人って何？誰かが死んじゃったの？なるほど、そういうことか。倉助さん、俺が死んだ、いや殺されたこと、家族を助けようとしていたこと。怒りのあまり狭間の世界にすら行けず、暗い世界をさまよっていたこと。ゾウさん、何もかも思い出した。思い出してしまった。ゾウさん、どうしたの？怖いよ。俺は復讐者だ。
蔵之介は全てを思い出したようだ。込み上げる怒りが彼を狭間の深淵へと連れ戻す。ゾウさん、ゾウさん、兄貴、ゾウさんが消えちゃったよ。きっとあの扉の世界に取り込まれたんだ。葵ちゃんはここで待ってて、ゾウさんを助けに行ってあげなきゃ。葵も一緒に行く。わかるだろう、あの世界は危ないんだ。俺が行ってくるから。何が危ないの？何があって、そりゃ怪我もするし、もっと悪ければ死んでしまうかも。死んでしまうか、母。どうしたの兄貴？いや、葵ちゃんがやりたいようにやるべきなんだ。それこそ心向くままに。そしてそれは俺だって同じ。兄貴、早く行かなきゃ。ゾウさん泣いちゃうよ。お、新規一点のご支援。そうだね、早いとこ助けに行ってやらないと。うん、葵ちゃんマジでいい子。それしか言えねえ。さあさあ、じゃあ狭間の世界に戻りましょう。葵ちゃんの時と一緒だね、多分。時間大丈夫かな。ちょっとパートを切ろうかな。スキルソウル手に入れたね。なんだっけ、新規一点の教え。セットすると状態中、異常状態中か。あ、これ葵ちゃんだな。葵ちゃんちょっとね、サポート系のキャラクターに育てあげたいので、新規一点は葵ちゃんでいいでしょう。よし、じゃあ時間がいい感じなんで今回ここで区切りましょう。次回蔵之介の深淵から始めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。